こんにちは。ボンドチャンネルをご覧の皆様、ボンドショップ浦和酒井です。ボンド渡辺です。はい、今回はこちら、メルセデスベンツ V260 とても珍しい V クラスなんですが、今回こちらにエアロパーツとキャリパーとローターの方を総特化いたしました。フロントはね、シックスポットのあの F40 キャリパーが入ってますね。 F40?、うん、フェラーリと同じってことですね。そうですね。はい、はい、で、大きさが380倍。はい、ホイールの方が HB04 で、ディスクがマットで、リムがグロスっていう仕様ですね。はい、2ピースのホイールになりますね。はい、サイズは 8.520 を、なんともスタッドレスですね。スタッドレスです。はい、まあ、贅沢に使用してます。はい、どうしてもこうモーターが大きくなっちゃうとね、ホイールが入らないってことになっちゃうんで、作らざるを得ない感じですね。そうですね。これはモデナキャリパーですね。モデナ、こちらもフェラーリと同じ性能で、はい、そうですね。はい、でローターの大きさはこちら370。はい、車はこれ前期の型なんだけど、はい、前期タイプですね。そう、この後期型、まあ、今型のアバンギャルドのフロントバンパーを見つけしまして、そうですね。で、それ用のアルトマンのこのリップスポイラーがついてます。だいぶ厚みが出てかっこよくなったと思いますね。で、このグリルも変わってるんですよね。そう。このグリルは AMG 時代のスポーツっていう、うん、あの一番上のグレードがあるんですけど、で、そのスポーツ用のグリルを加工して取り付けしてるような感じですね。もちろんこう純正になるので見た目もいいですね。で、レーダーセンサーとかも標準だと小さいんですけど、それ用の大きいものをですね、取り付けして安全に乗れるというか、見た目もいい感じですね。リングもバッチリ。そうですね。はい、どう、なんかだいぶ遊びが出ていいと思わない？そうですね。こんだけこう下にもリップがついてだと、おってなりますよね。なんかね、あのスポーツのグレードより開口部がね、こういうふうにガバッと開いてる感じが、はい、こっちの方がなんかスポーツなんじゃないかっていうね。そうですね。そんな感じに見えるね。で、サイドもスポーツの、サイドもスポーツ用、はい、スカートがついてる。後ろのバンパーもスポーツ用ですね。ここがスポーツ用になっていて、で、ここがリフューザー、通常脂肪が入ってるんですけどね。はい、でそれを脂肪取りペイントしたようなんですね。これは同色になるんですか？いや、これね、あのちょっと分かりづらいんだけど、グロスブラックですね。あ、グロスブラックなんですね。そう。じゃあ実は塗り分けてあるの。外装色はオブジディアンブラックですね。細かいところも違いがあるんですね。そう、光が当たった時しかね、分かんないけどね。そうなんですね。ルーフレールもこれもね、純正でオプションなんですけどね、取り付けしました。後からでも取り付けができる。そうですね。これが今回新品で作ったサマータイヤ用の BC フォルト、KL23 ですね。ワンピース。ワンピース。で、もともとはこちらのホイール履いていて、ここに装着されているサマーがこっちのホイールについてたんですけども、お客様が山形の。山形のお客様ということで、スタッドレスを今回新品取り付けて、こちらについていたサマーをこの新品の KL23 の方に移植するっていう作業を行いました。こういったあのカスタムに合わせて、ちょっとこういったご要望もお答えすることができるので、ぜひ。検討ください。はい、では今回こちら V クラスの作業と紹介の動画させていただきました。 V クラスを乗りの方、ぜひこういったトータルカスタムモードショップ買ってできますので、ぜひぜひご相談ください。では今回もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。